ネットって便利だ。買い物したら箱が家にやってくる。どんなものでもあっという間。とにかく楽だ。でも暮らしってそれだけじゃつまらない。だって不便って楽しいから。例えば作れるものは買わずに作ってみよう。じっくりと時間をかけて手料理を作ろう。ソーシャルで済まさず予定を合わせて集まろう。スマホじゃなくてみんなの顔を見てゆっくり食べよう。便利はネットに任せればいいから。